三度の飯より江戸が好き、お江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です。今日はふんわりと続いているシリーズ大人の教養浮世絵講座ということで、こちらをご紹介したいと思います。錦絵の爆誕、ロリコン趣味の革命児鈴木春信編ということでございます。後ろに出ているのが鈴木春信の作品の数々なんですが、浮世絵ってね、鈴木春信以前と以降に分かれるぐらい、もう本当にこの人はエポックメイクなですね、人でございまして、皆さん錦絵って聞いたことありませんか？錦絵、浮世絵と錦絵ってどう違うの？なんていうふうによく質問されるんですけれども、実はこの錦絵を一番最初に作ったのってこの鈴木春信っていう人なんですよ。じゃあまずおさらいになりますけど、浮世絵を創始したのは誰でしたでしょうか？はい、そうです、江戸時代の初めに活躍した菱川師宣という絵師でしたね。師宣といえば右の見返り美人という作品が有名なわけですが、これは一点物の肉筆の浮世絵でして、私たちが普通浮世絵といった時に思い浮かぶような大衆向けに量産された浮世絵版画っていうのは、左側のこんな感じのね、モノクロ作品だったんです。この頃の浮世絵版画にはまだカラー印刷の技術がなかったので、基本的には色はついていないんですね。色をのせる場合は筆彩といって、モノクロで印刷した後に筆で色を塗るという必要があったんです。これが江戸時代中期のある発明によってカラー化が進んでいくことになります。ある発明ってどんな発明だと思いますか？正解は剣刀、版木に剣刀をつけたんです。左側の枠の部分にある突起の部分が剣刀なんですね。釣りの工程の時に紙を置く、見て当てる目印になっていて、この部分に紙を合わせてすれば位置がずれないというわけ。大体の方向性を決めることを今でも剣刀をつけるって言いますが、その語源になっているのがこの浮世絵版画の剣刀なんです。この剣刀の発明によって浮世絵版画はたくさんの別の色の版木、色版を重ねることができるようになりました。つまりカラー化していったんです。これがちょうど剣刀を使って作られた多色刷りの紅刷り絵という浮世絵ですね。赤と緑を中心にした多色刷りになっているのが分かりますよね。確かにモノクロに比べるとだいぶカラー化したなって感じですが、よく見るとね、着物に使われている緑色と木に使われているのが同じ緑色なんですよ。木の色だから本当は茶色がいいんでしょうけど、無理やり緑で表現してるんですね。いや、こんな風に紅刷り絵って多くても色数が5色程度で、まだまだ総天然色というわけにはいっていないわけです。そこに彗星のごとく現れたのが鈴木春信でした。どうですか、先ほどの紅刷り絵に比べるとかなりカラフルになってますよね。全体的には優しい色合いで品があって、どこか浮世離れした夢しい世界観です。実はこちら吉原のお茶屋さんでお客さんを待つ花魁ご一行様のワンシーンなんですが、拡大してみると真ん中の女性がトップスターの花魁、着物と帯の色だけで8種類の色を使ってるんですね。豪華で高級感があります。そして左側の女性は花魁のマネージャー的な役割の女性ですから、黒の着物でシックにまとめて、右側の女の子はね、花魁の身の回りの世話をするカムロちゃんですから、地味な色の振り袖で花魁を引き立たせながら座敷に花を添えるという、ね、可憐な装いですね。畳の色柄もね、すごく緻密に表現されていて、吉原でのワンシーンを目の前で見ているような気分になれる、すごく繊細な色使いですよね。
この色彩感覚、品のある夢々しい世界観、鈴木春信の真骨頂だと思っております。春信はもともとはあるジャンルの浮世絵の制作をきっかけに出世した人なんですけれども、どんなジャンルだと思いますか？浮世絵のジャンルといえば美人画とか風景画とかいろいろありますが、正解はこちら。夏、突然の夕立でお洗濯物を取り込まなきゃっていう、まあ、着物がめくれてチラリするかしないかっていう微妙なタイミングの若い娘さんの様子ですが、実はこれ大正絵語読みという江戸時代のカレンダーなんです。江戸時代に使われていた太陰暦では1ヶ月は30日ある大の月と29日の小の月というのがあって、その順番が毎年変わるなど結構複雑でして、暦が生活の必需品だったんですね。なので絵の中に暦の情報を含ませた絵語読みというジャンルの浮世絵が流行したんですが、こちらの絵も洗濯物をよく見るとなんか模様が書いてありますよね。左上から大、2、3、5、6、8、10、そして目、いは2、つまり目は2年1765年の大の月は2月、3月、5月、6月、8月、10月という意味なんです。さらに帯にもご注目ください。これよく見るとおつという字に鳥と書かれています。これはこの年の干支が木の戸鳥ということを表しているんですね。これが江戸時代に使われていたカレンダー大正絵語読み。春信はこの大正絵語読みでブレイクしました。もともと絵語読み自体はあったんですが、この明和2年という年に神塚たちの間で趣向を凝らした絵語読みを作って年始の挨拶に配るっていうのが突然大流行しまして、コンクールまで開催されたんですね。でその時に空前の評判を呼んだのがこの鈴木春信の絵語読みだったんです。春信は元幕臣の家に生まれたんですが、家が没落して関西で絵師として修行していたんですね。ただ中年になって江戸に出てきまして、大久保巨泉っていう、大橋巨泉じゃなくて大久保巨泉っていう武士のパトロンがついて、この絵語読みもその巨泉の経済的なバックアップで作っているんですが、華奢な少女が身にまとう着物の中にさりげなく大正が描かれてるっていう趣向が大受けしまして、あとこの絵はさほど色数多くないんですが、中にはね10色以上の色を使った絵語読みも作っていて、何これ、こんなの見たことないよねっていうことで瞬く間に時の人になったんです。これなんかもう右側にしっかり巨泉ってサインが入ってる通り、巨泉プロデュースの春信作品ですね。色彩がパステル調で、まあ夢々しい雰囲気が漂う華奢な美少女っていうのがね、とにかく春信の特徴ですね。ロリコンなんだろうな。いや、しかもこれ座敷八景琴地の落雁っていう、まあ、八景続くシリーズものの中の一枚なんですけど、元ネタはね少々八景の閉鎖落雁っていう、あの干潟に降り立つ狩りの群れを描く、中国の山水画の伝統的な画題があるんですけれども、この閉鎖落雁を座敷に置き換えまして、琴の弦を支える琴地を狩りの群れに見立てて表現してるっていうね、ものすごいハイレベルなパロディ作品なんですね。そのまま見ても素敵な作品ですけど、こういう芸術の予備知識が分かるとより楽しめるよっていう、だから大衆向けというか、どちらかというとハイクラスなインテリ向けの作風でして、春信自身も自分は普通の浮世絵師とは違いますよっていうプライドを持っていたんです。それで春信自身が極彩色で描いた自分の浮世絵を錦絵と銘打って売り出したんですね。錦絵というのは金の糸を使う綾錦の絹織物のような浮世絵という意味で、自分の絵を売る絵草子屋にも東錦絵と明記させたりして自分の絵をブランド化していったんです。
値段も当時大判錦絵が24文だいたい480円ぐらいだったのに対して、春信のものは中盤で60文ですから、1200円ぐらいするっていう高級化路線でブランディングしたわけですね。これが薄利多売が当たり前だった浮世絵の世界でかえって新鮮で、結果的に大当たりしました。春信の場合はね、ただ色を使うんじゃなくて、こういう夜の表現も秀逸なんですよ。真っ暗な夜、ふと風に乗って良い香りがするので、ぼんぼりをかざすと梅の花が咲いてるっていうね、これも古典作品のポピュラーなテーマなんですが、少女のまとっている着物の清楚ながら大胆な女性らしい色合いで、梅の香りの芳しさが表現されておりますし、それから足元わかりますかね、これ襦袢とか足袋の絹の滑らかさとかね、柔らかさを強調するためにあえて黒で輪郭は描かずに髪全体に凹凸をつけて盛り上げてふっくらさせてるんですよ。つまり 2D の世界の中にさりげなく 3D の表現もぶち込んできてるんですね。伝統を抑えつつしっかり冒険もしております。いや、これなんかもね、代表作の一つですが、夜大雪が降るモノトーンの世界に黒い頭巾の男性と花嫁衣装を思わせる純白の衣装をまとった角隠しの女性の相合傘、ただならぬ雰囲気です。私なんかはこれはもしかして道ならぬ恋をした若い2人が心中を覚悟した最後の道行きなのかなとか思っちゃうんですが、まあ、見る人によっておそらくこの2人をめぐって想像する物語も違うと思うんですよ。それもね、春信の計算通りなんでしょうね。本当すごいなと思います。それから春信の革命といえば忘れちゃいけないのが素人女性のアイドル化です。春信が最も肩入れしたモデルがこの左側の少女、谷中観音寺にある笠森稲荷の水茶屋に勤める娘のおせん、通称笠森おせんですね。今風に言えば喫茶店のウェイトレスなわけですが、実は水茶屋の娘をモデルにするっていうのは革命的な出来事なんです。それまで浮世絵が描いてきたモデルはきらびやかな衣装を身にまとった花魁とか、まあ歌舞伎役者っていうような玄人が描かれるっていうのが暗黙のルールだったんです。でも春信はおせんちゃんのような素人の少女に美しさを見出したんですね。動きやすさ重視の地味な木綿の着物の裾をひらひらさせて、細い体でくるくると動き回るけなげな姿、素敵じゃないということで、春信がおせんちゃんをモデルに抜擢すると、その評判は一気に広まりまして、江戸の男子はおせんの茶屋に殺到しました。おせんちゃんが大ブレイクしたことで、春信はその後も素人の少女たちをどんどんモデルに起用します。こちらは浅草の用事棚のおふじちゃん。おせんちゃんやおふじちゃんは吉原や芝居小屋のような高いお金を払わなくても、お茶一杯、用事を一房買えばにっこり笑ってありがとうございますって言ってくれるわけですから、まあ親近感が湧くわけですよ。これ以降浮世絵の美人画で素人の茶屋娘がモデルになることは当たり前になりました。というわけで錦絵というのはもともとは春信の作り出す極彩色の浮世絵のことを指していたわけなんですが、他の浮世絵師もこぞって真似をして極彩色の多色刷りが当たり前になったので、春信以降の多色刷りの浮世絵のことも錦絵と呼ぶようになったっていうことなんですね。また素人の少女のアイドル化という面では、現在の日本のアイドルも完璧さとかよりは親近感とか初々しさが求められる傾向があると思うんですが、これを作り出したのはまさしく春信だったというわけなんです。浮世絵の世界に革命をもたらした鈴木春信、いかがでしたでしょうか。お江戸いいねと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はこれまで。